話、こんなもん柱にするとも思ってなかったからさ。結構面白いですね。いや、ちょっと最高だね、やっぱりね。うん、こっから始まるしね。はい。今回使いたいな。いいですね。すごい硬い。緻密な。うん。あ、重いですね。すごい。すごいゆっくりそうだった。はい。これ、面白いですね、見えてきたら。うん。これとか、その、つまらやつ、これも長いやつがもっと上にあるんだけど。はい。多分、まあ、針って言えばいいんですかね。ヘタとか。うん、うんうん、あっちが大きい方がいいですよね。まあ、普通はね。そうですよね。普通はね。変だもんね。はい。こうはいいと思うんですけど、例えばこう、こういう風に鳥になるとしたら、うんうん、こっち側いいと思うんですけど、うんうん、ここは、うんうん、それは変だもんね。そうですよね。梁、うん、というか、あれか、まず土台みたいな鉄骨の上に敷くやつは、はい、多分揃ってくるのかな。うんうん、同じ部でね、うん、揃ってくると思うんで。うん、でも揃えちゃった方が話早いかな。どうなんですかね。うん、見る人ですよね。うん、やっぱり、うん。そうなんですね。そんな、ほら、柱の部がいちいち違うとかさ、やったことないからさ。うんうん、でもね、そんなに違うやつはね、この辺がちょっと例外的に、単に太いの取れたから、はい、落としてないだけで、うんうん、大体がね、105角とか。いや、もうちょっと太く取ってた。4寸角に落としちゃうのが早いかもね。ああ、4寸角いいですね。ね。うん。そう、大体4寸角で上がるように、製材をしてたんだよ。うん、多くあって、はい。で、例外的にちょっとこういうヘンテコな木とか、うん、落としちゃうのももったいないからさ。そうですね。うん。板ポットアップとか、うん、あの、とか。太いまま置いといたりしてたんだけど、はい、まあ、一個の物件で使うとも思わないし、こんなもん柱にするとも思ってなかったからさ、なんか、でかいテーブルの足とかさ。これあれなんですか、やっぱり、うん、設計さんから言うと、断面欠損とかって何それはなるだろうね。なるだろうね。この辺からみたいな。なるだろうね。そうですよ。うん、ザクツがみたいな。ね。まあ、こっち側にカンナ当ててさ、はい、こちらをね、削っていくような、大きく削っていくような感じで。うん、だから十分でさ、ここで出してもすでに100あるから。ありますね。そうそうそう。余裕はあるのよ。うん。なるのかな、そこって。そこまで2もかからないしね。かかんないですね。うん。うん、全然かかんないからさ。うん、全然余裕だと思うね。はい。その辺がちょっと足りてないし。で、足りてないやったら、とりあえず。屋根の塚としたら大丈夫なんじゃないですか。うんうん。でも、ほら、いちいちさ、違うと、ほど作ったりするのかったるくないの。いや、まあ、まあ、そうですけど、うん、それをかったるいって言ったらダメですよね。仕事として。ちょっとかっこいいこと言ってないから。ダメですよね、うん。え、言っていいんですか。言っていいよ。いや、でもほら、合理的にやるは大事じゃん。はい。うん、無駄に手かけちゃいけないでしょ。はいはい。うん。そもそもそんなことしなくても手かかるんだからさ。なんか、床塚とかさ、はい、あればさ、こういうの使ってもいいなと思ってたんだけど、半端なのあるからさ。うん。うん。そう。まあ、小屋の塚というか柱は、基本的に、ね、4寸。うん。で、こう。まあ例外的にちょっと違うのがたまに入っちゃうかなみたいな、やっぱ根津みたいなぐらいに はい、しましょうか。はい。なんか。いや、4寸は大きいですね。大丈夫、うん。全然。いらないんだよ、4寸も本当はね。そうですね。うん。3寸でもいいぐらいね。はい。うん、まあでも、4寸あれば、これはこれで、どっしりと。どっしりとね。はい、うん。ちょっと大きめに面取って使おうか。ああ、いいですね。台面取って。ね。割っ裂いちゃった方がいい。そうですね。裂くなら裂いちゃってもらってても。うん、あのいや裂かなくてもいいですよ。はい。一面タイルあのそれなりにまっすぐにしょ。そうですね。うん、あのそれやっといていただけたらいいです。これ決まるこの辺の一帯が決まらないときに。はい。結構まともなのが取れてると思うんですけど。そうですね。うん、でこっちは決まって。
これはいいですね。ここは木の国。うん。あ、まあ、それなりに本数は。ありますね。はい。まあ、そこら辺はちょっと長かったです。で、この辺がちょっと短いけど、契約金も。はい。まあ、足りるところでいいですもんね。そうだね。うん。あ、これだったらいけますね。結構ねじれてるな、これ。そうですね。よいしょ。せーの。長いの重い。あ、そこじゃないですかね。こっちでしょ。はい、せーの。せーの。繰り返しちゃいますね。はい。あ、手。せーの。いった。結構面白いですね。建築最高だね、やっぱりね。こっから始まるしね。はい。なかなか重いですね。なかなか重いね。はい。